S-300 プムに防空システム S-300 は、ロシア連邦軍の長距離地対空ミサイルシステム。ソビエート連邦時代に開発され、同時多目標抗戦能力を持つ。アメリカ合衆国のパトリオットに相当する。老朽化した S-25、S-75、S-125 の後継として、1969年に開発が決定。 1970年代半ばに S-300P が実用化され、その後も改良が続けられた。また、1980年代前半にアメリカが配備した MGM-31 パーシングー準中距離弾道ミサイルを迎撃するために S-300V が開発された。S-300 と呼ばれるミサイルシステムは大きく、 S-300P と S-300F と S-300V に分けられる。S-300P と S-300V はミサイル本体の設計局が異なる全くの別物である。S-300P はアルマーズ設計局、S-300F はアルタイル設計局、S-300V はアンティ設計局による。s 三百 p は 航空機や巡航ミサイル迎撃を目的としており、限定的な弾道ミサイル対応能力のみを持つ。S-300V は弾道ミサイル迎撃を目的とした本格的なミサイル防衛システムである。S-300P で使われるミサイル本体にはも、V55 系列と 48N6 系列と QM96 系列がある。S-300F は S-300P を 関西化したものである。S-300P と S-300F は元より陸海、共用ミサイルとして開発されている。長距離のエリア防空ミサイルである S-300F と、その発展型の S-300FM は、中距離の艦隊防空ミサイルである 3K90、もしくは 3K37、短距離の股間防空ミサイルである 3K95 と、ともに、 多層的防空システムを構成している。S-300V には QM82 系列と QM83 系列がある。ロシア国防省系テレビ局スベズダは2020年12月1日、S-300V4 がエトロフ島に配備されたと伝えた。射程は 400km で弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機の迎撃が可能とされる。 S-300 シリーズの後継として、発展型の S-400 が開発されている。S-300 のダミーミサイルは、メンテナンスフリーの発射塔に格納され、車両に搭載、輸送される。人地展開時は、発射塔を垂直にする。ミサイルは、コールドローン地方式で垂直発射が行われる。発射機、多機能レーダー車両、式通信車両、整備車両、 補給車両などで防空システムを構築している。発射機は大きく送輪式と送機式に分けられ、送輪式には、ウラルマイナス375トラックで牽引される後、P85T 牽引式発射機と、スカット B 短距離弾道ミサイル用のマースマイナス543トラックを改造した後 P85S 自走式、発射機、装機式には T マイナス戦車と同型のシャーシを、 利用した QA82、QA83 早期式自走発射器がある。5P85T、5P85S 発射器は S-300P 用、QA82、QA83 発射器は S-300V 用である。5P85T、5P85S 発射器には4発、QA82 発射器には QM82 が2発。 QA83 発射機には QM83 が4発搭載される。設置型で鯉として各車両のシルエットを模した膨張式のダミーも存在する。採用国、ありがとうございます。